たくみが二人いるゾンビ。お、やるか。待って、まだ死んでないやんけ、こいつ。おい、重装備ゾンビ来てるぞ。ほんとだ。千尋先輩が待って。私のこと無視してるよ、こいつ。え、なんで。相沢しか興味ないみたい。今目の前に私も行こう。これ相方です。ほら、え、相方って何。お前のファンの名前だろ。あ、そういうこと。ガチでお前にしか興味ないじゃん、こいつ。なんで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 。私もだってガチ恋距離まで来てんのに。すごいすごい。ほら、なんで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 。なんで。いや、倒しづらいな、相方とか言われたら。でも忘れてましたよね、相方の存在。確かに、その程度の思い入れってことですよね。違う。ノックバックすごい、お前のけ。お前、お前ファンならず、先輩までお前、そういう扱いするんだ。来た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 。先輩だよね。でも、けなげに追っかけてるよ、お前のこと。すごい。なんで？あ、そういうことするタイプの人なんですね。なんか結構ファンの人ないがしろにするような人だとは思わなかったな。ファンじゃないこの人は。なんですね。違う。そんなの分かんないじゃん、ファンじゃないかなんて。まあ確かに。ごめんなさい。そういう感じなんだ。今ちゃんさ。まずい。これが V スポです。そうなると先輩たちもそう。先輩たちも巻き込まれる。じゃあ。どうする？困るのやめて。考えてください。